イスラエル高道60号線の路線図ナザレ南郊外のイスラエル高道60号線上で北を望む高道60号線はイスラエルのほぼ中央を北部地区のナザレを出て南下し途中ヨルダン川西岸に入りエルサレムを経てイスラエルの南部地区のベールシェバに達する南北を結ぶ 220km の国道である高道60号線は イスラエルの中央の分水海を南北に走り、昔から、俗長の道と呼ばれてきた歴史的な道、またはそれに沿っている。行動六十号線は、北部地区のナザレから南下して、アフラを通り、途中ヨルダン川西岸地区へ入って、ジェニーイン、ナブルース、西岸地区山停止とのラマラーを通り、エルサレムに入りそこで、行動一号線と交差し、そこから、また西岸地区に入り別レへム。 ヘブロンを通り、また、イスラエルのベールシェバで行動40号線へ合流する南北を結ぶ 220km の国道である。イスラエルと西岸地区の間では、検問がある。エルサレム市内では、まず北郊外のフランス級で行動1号線と交差し、次に市街区へ入ると、エルサレム級市街の東側の壁のすぐ外側を南北に走り、ダマスカス門では、 エルサレムライトレールのダマスカス門駅がある。ありがとうございます。